あっちを見てみろ。装置が動いたぞ。なるほど、このスイッチはこういう使い方をするのか。よし、出発。
険だ冒険。うわあ、ベニー冒険団出発。冒険だ冒険。よし、冒険だ冒険。よし、出発だ。わらわの戦況を通過するとは大したものだ。わらわは龍雲爵風神君。当たり前だ。わらわの仕掛けの術は、たとえ奇襲や岩王帝君であろうとも称賛する。こんな大きな戦況に一人で住んでるのか。まさか仕掛けの術を研究するため一人でこんなところに。伝説と同じで仙人たちって人間界を離れて隠居しながらすっごいものを研究してるんだな。わらわはただ人や仙人と接するのが億劫で静寂を求めただけだ。だがその静寂も長くは続かなかった。君たちがその禁忌滅却の札を持ってここにやってきたからな。まあよい、君たち用事は何だ。手短に頼もう。わらわの休息を邪魔してほしくないのだ。帝君が、帝君が暗殺された。なんてことだ。誰がそんな大罪を犯した。このような荒唐無稽な話到底信じられん。調べさせてもらうぞ。いや、いっそ先にリーウェコを鎮圧してやろうか。後で終戦で。ちょっと待った。リーウェコを鎮圧って何言ってんだよ。リーウェコを全部ぶっ壊す気か。二度と同じ過ちが起こらぬよう雷帝がごとき手段を選ぶのもやぶさかではない。そうだ、帝君の律令に従い、わらわたちはリーウェコを3700年以上守ってきた。だが今そこに悪が存在する以上、非常な手段も取らざるを得ない。おいおい、なんとかしろ。この仙人本気みたいだぞ。本当にリーウェコを鎮圧する気だ。
味しい料理をいっぱい作ったんだ。全部やろう。なあ、鎮圧とかじゃなくてリーユエコーを守ってほしいんだ。せめて他の仙人の意見を聞いてくれないか。契約か。契約の神が暗殺された今、その言葉は皮肉でしかないな。リーユエコーの人間は時折契約をないがしろにし、白黒をあやふやにする連中だ。だが君たちが契約の名のもとでわらわに協力を求めるのなら、わらわも契約を無視することはできぬ。その上、君たちは禁忌滅却の札を持ってきた。帝君がその診察を作った時、戦力を注ぎ込み、今その診察に戦力はほとんど残った。さらに君たちの話の真偽を証明するものでもない。さっきの話に偽りがないか調べさせてもらう。昨月蓄養神君の将兵もそのためだろう。もういい、速やかに去るがよい。これ以上。あ、ここが防御旅館だな。絶雲の間に比べて仙人の気配が感じられないけど、本当にいるのか。探してみようぜ。テラスにいる可能性が高いと思うな。だって台所にいるとは思えないからな。はあ、いないな。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。お前たちか。また会ったな。なぜまた千と万の世界に近づこうとする。道を外れようとするにも限度があるぞ。人のこの魂は千人ほど強くはない。血も仙人の機運に耐えられないだろう。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。待ってくれ、ここに来たのは。ああ、もうなんだあいつ、全然話を聞いてくれないじゃないか。恥ずかしいあだ名をつけてやりたいけど、仙人の恨みを買ったら次から宝箱を開けるときにキャベツしか出なくなりそうで怖いからやめとこう。どうすれば仙人と話ができるか旅館の女将に聞いてみるか。あら、もう潮様に会ったの。珍しいね、彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから。あの態度で機嫌がいいのか。そうよ、仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えない人だってたくさんいるんだから。言い伝えによると元神がリーウェイを作った時、仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった。だから数千年もの間
貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、おかみは物知りだな。おかみじゃなくてオーナーよ。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って将様のご機嫌を取ればいいわ。機嫌を？あのご褒美者が喜ぶ姿なんて想像できないな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。それとあなたの得意料理を用意して。杏仁豆腐は将様の数少ない好物よ。得意料理に関してはあなたに任せる。お前どんな料理が得意だ？あまりミスが出ない料理だな。休憩中だ。邪魔しないでくれ。邪魔しないでくれ。もうよい。ここのシェフはモンドの鍛冶師のワーグナーと同じくらいサービス精神がないな。なるほど。オーナーの命令なら仕方がない。だが残念だ。今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。どうしてだ？剣士の手が剣の調子を決めるのと同じように料理人の手は料理のクオリティを大きく左右する。だが今の俺の手は原因だか。いや実はお化けが出たって。お、それにな、ついさっきキッチンで怪しい影を見たんだよ。このシェフ、見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々しくなったな。とにかくこの防除旅館が安全じゃないかと思うと、落ち着いて杏仁豆腐も作れない。仕方ない。最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。特に何も。私も見たんだな。やっぱりお化けがいただろう。一体どうしたら。この様子じゃもうダメかもな。仕方ない。一回ゴレットに聞いてみよう。元は大熱人のくせにそんなことでビビるなんて。ゴレットはお化けが怖くないのか？そんな類のものなんて今までもたくさん見てきたよ。あ、そういえば仙人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに、ゴレットは。その続きは私の秘密だから。ねえ、あなたたち、あの子にもう人を驚かすのはやめなさいって言ってきてくれないかしら。あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、人の魂は仙人ほど強くない。仙人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けからなれるといいわ。旅館に掛け軸があるんだけど、そこにリーウェで千年もの間伝わっているコーマインが描かれているわ。そしてこの旅館の周りで完全なコーマインが見える場所を探してみて。
なんだ。もうたたったりしないとお化けと約束した。すごいじゃないか。この現象を感服したぞ。少し時間をくれ。最高の杏仁豆腐を作ってやる。手の調子が戻ってきたぞ。よし。またお前たちか。待て、まだ消えないでくれ。これは？お前の大好物の杏仁豆腐に、異国から来た旅人の得意料理。ほら早く、こいつが食べるのに夢中になってるうちに。元王帝君にそんなことがあったとは、我には想像もつかない。どれだけ時代が移り変わろうとも、
帝君がいないリーウェイなど想像したこともないからな。人間界を管理する姿勢はこの事件の裏でどんな暗躍をしたのか。昨月、李水、劉雲の3人に会ってくる。彼らもそろそろ決断した頃だろう。仙人は己に課された責任から逃れはしない。我には俗世に染まりたくない理由があるが、責任は責任だ。我らの神は契約の神だからな。待ってくれ、最後にもう一つだけ聞きたいんだけど。なんだ。なあ、姉ちゃんって一体何者なんだ。妖魔退治をするとき、まれに人に悪意を持たないが成仏できない霊に遭遇することがある。だからオーナーと支配人にしばらく世話するよう頼んでいたんだ。防除旅館が面倒を見てるのか。この旅館のサービス範囲広すぎだろ。戻ってきた。絶運の間はどうだったかな。なるほど。昨月蓄養神君、李水定山神君、龍雲釈風神君、ファリュイも把握してない名前がいくつかあったね。お礼に君にいい情報を教えてあげよう。神の死に対してリーウェ七世の反応がとても興味深くてね。真犯人が捕まらない限り先祖の亡骸を目にすることは許さないと彼らが公言したんだ。その上情報を封じようとしているけど、儀式を見に行った人はたくさんいたし、たとえ七世でも噂を止めることはできないだろう。先祖の亡骸？リーウェの通説では元王帝君も仙人だからね。元神は契約の神であり、仙人たちの祖とも呼ばれているんだ。すべての三元五元仙人は過去にリーウェを守る契約を結んでいるんだよ。そう。その通り。彼らには責任もその資格もある。もしリーウェを管理する七星に問題があったら、それを非難する資格がね。元神の魂が天に召されたとして、その亡骸をなぜ七星が隠そうとする？どう考えても疑わしい。あ、そうだよ。オイラたちはあの神に会いに来たんだった。もしリーウェ七星が先祖の亡骸を隠してて誰も近づけさせないなら、こいつが七神を訪ねるっていう目標が叶わなくなる。ん？七神を訪ねる？それはまたどうして？いい答えだね。いとも簡単にファデュイに騙されるような騎士ではいい騎士とは呼べない。そうだろ。でも今回に限っては君を助けることができるよ。え、本当か？少し時間が欲しい。人探しする時間がね。この行き詰まった状況を打破してくれる人を見つけてくるから。ああ面白い。この不局の段階で平静を保っていられるほど、最終的に訪れる混乱は激しくなる。この目で決壊する暗流を見るために、俺と再会するまでどうか生きていてくれよ。